はい、どうもこんにちは。この動画ではロゴをペラペラとめくり、文字を登場させる After Effects の基本的な動きを紹介していきます。今回のアクションステップはこちら。この動画で基本を学んでロゴアニメーションを作ったり、ローアーサードを作ったりしてみてはいかがでしょうか。それでは早速見ていきましょう。アクション。まずはコンポジションを作ります。フリップアニメーションということで、横は1920の縦1080にしておきましょう。それでは背景用に新規平面を作成します。コマンド Y で平面レイヤーを作って、名前は BG、 そして色などは適当に決めておいてください。そうしたら今回はこの上にロゴを使ったアニメーションを作ります。ここは正方形でなくてもいいのですが、今回は Adobe 関連のロゴを4つほどプロジェクトの中に挿入しておきます。そうしたらこのうちの1つをドラッグしてコンポジションマークの上に置いてみましょう。すると今挿入した画像と同じサイズでコンポジションが作成されます。そうしたらこのコンポジションは背景の上に配置しておきましょうか。さあ、するとこんな感じで挿入されますが、画質が少し悪いですね。これは画質のところでフルに変更することで綺麗に見えるようになります。では続いてこれをめくるアニメーションを作ります。今回は 3D スイッチをオンにします。これが見えない人はこの上で右クリックを押して、ここで表示設定を変えることができます。もしくはキーボードの F4 を押すとオンオフができます。ではここで 3D のスイッチをオンにしましょう。そしたらここで回転のメニューを開きます。この回転のメニューの中にも Y 軸に沿って回転させていきます。とその前に、この画面に対してアクションセーフの表示をオンにしておいてから、画面にグリッドを表示しておきます。この状態でまずはロゴを左の方へと動かして、右端に真ん中のラインが当たるように調整してみてください。この状態で続いてはアンカーポイントツールへと切り替えて、これを使ってアンカーポイントの右端のところに配置してみましょう。さあ、するとこの右端を中心にロゴが回転するようになります。これがペラペラとめくれるロゴの基本ですね。ということで、これにキーフレームを打つために回転のオリエンテーションのキーフレームスイッチをオンにしておいて、最終的に表示されるところにキーフレームを動かします。そしたら一番最初のアニメーションが始まるところでは Y 軸を回転させていって、270度くらい回転させて、縦からパタンと倒れるようなアニメーションにします。これで速度は一定ですが、ロゴが倒れるだけのアニメーションはできました。ということで続いて、この2つのキーフレームを選択して、キーフレーム補助のところから Easy Ease もしくは F9 を押して速度を滑らかにしておきます。そうしたら速度グラフを表示しておいてから、ここで速度のカーブを変更していきます。右クリックを押すと速度グラフを編集というのがありますので、ここをオンにすることでこのグラフを見ることができます。ということで、キーフレームを選択してハンドルが出現したら、これを左へと引っ張ってみましょう。するとグラフの通り、最初の方は速度が速く、最後になると速度が緩やかになって止まるアニメーションが出来上がります。ここで調整して気に入るところまで作っていってください。さあ、そしたらこれで1枚の動きは出来上がりです。ということで、他にも作っていきますので、今作ったロゴアニメーションにはロゴ001と名前を作っておいてください。プロジェクトの名前にも同じように名前を付けます。そうしたらコンポジションの中のロゴ001を複製すると、ロゴ002というのが自然に作成されます。この状態でプロジェクトパネルの中のコンポジションも複製すると、ロゴ002が作成されます。そうしたらプロジェクトのロゴ002をダブルクリックして開きます。そうしたらこの状態でプロジェクトの中の2枚目のロゴとコンポジションの中のロゴを選択しておいた状態で、コマンドオルトスラッシュを押してロゴを入れ替えましょう。そしたらサイズはここで合わせておきます。では先ほどのコンポジションに戻って、同じやり方で入れ替えてみましょう。プロジェクトとコンポジション両方のロゴ002を選択しておいた状態で、コマンドオルトスラッシュを押してコンポジションを入れ替えましょう。さあ、するとエフェクトを保ったままロゴが入れ替わりました。そしたらこのまま5フレームほど進めておいてから、ここで2つ目のロゴが始まるようにしておきましょう。これでもう分かったかと思いますが、ロゴがペラペラと登場するアニメーションが出来上がりました。さあ、あとはこれと同じやり方をして上にどんどん重ねていきます。
ということで、ここからは少し早送りで見ていきます。もしこの早送りのところを詳しく知りたかったり、ゆっくりと解説動画を見たい場合は、ライブ形式でも配信しておりますので、そちらを確認してみてください。さあ、ということでここまで作り上げたら、今作ったすべてのコンポジションを選択した状態でコマンドシフト C でプリコンポーズしておきます。名前はロゴとかでいいかと思います。そうしたら、このコンポジションを動かすために、ペラペラが終わったあたりで1のメニューを開いて、この辺でキーフレームのスイッチをオンにします。そうしたら 0.7 秒くらい進んだところで若干右にずらしておきます。そして少し長めにしておいてから、ここで今度は左の方向へと動かしておきます。そうしたら、ここのキーフレームのところはすべて先ほどと同じような感じで滑らかに動くように、キーフレーム補助のところで速度変化を加えておきましょう。そうしたら、またここも先ほどと同様に速度グラフのところで速度の動き方などをハンドルを使いながら調整していくといいかと思います。もちろん途中でキーフレームを追加したり、動き次第でいろいろと変えていってみてください。さあ、それではこれで動きは OK とします。ではここでロゴの後ろから表示する文字を書いていきましょう。今回は Adobe のロゴを使っていますので、ちゃんと日本語で Adobe という風に書いてあげましょう。ということで、ここまでできたら、この文字はロゴの後ろの方へと配置してあげます。では続いては、この状態でロゴがスライドするときにだけ文字が出現するようにしていこうかと思います。ということで、一番上に長方形ツールを使って文字がすべて隠れるように配置しておきます。この状態で文字の上に長方形レイヤーを配置しておいてから、 Adobe の文字のトラックマットというメニューのところからアルファマットを指定しておきましょう。すると、文字の上にあるシェイプの範囲内にだけ文字が表示されるようになります。ということで、このシェイプをロゴと一緒に動かすことで、文字が出現するタイミングをコントロールすることができます。では、どうやってシェイプを動かすかですが、このシェイプの親子指定の渦巻きを上のロゴのコンポジションにくっつけてみましょう。すると、親子の杯を交わしたシェイプは、親分である Adobe のロゴに一生ついていきます。ただし、一番最初のロゴをペラペラとめくるときにまで古文にはついてきてほしくないので、その直前で表示されるようにしていきます。さあ、これでロゴアニメーションが出来上がりです。もしこれをローワーサードとかに使いたければ、背景のレイヤーは消しておいてから、それ以外をプリコンポーズしておきましょう。そして、このロゴアニメーションは左下のところに配置しておくと、この文字をローワーサードとしても使うことができます。今回の内容でアフターエフェクトのよく使う機能をいろいろとご紹介していきましたが、これらを使ってオリジナルエフェクトを作り出してみてはいかがでしょうか。さあ、ということで今回の動画は以上です。ここまでご視聴ありがとうございます。スキルを身につけ、新たな世界へ挑戦するヒーローとなれ。いつか会える日を。